フェイズアップ今日8回目です。だんだんなんか昔着てた服が着れるようになってきました。では頑張ってきます。今日はライズアップ9回目になります。もう約1ヶ月通ってるんですけども、最初の1週目で体重が、2キロぐんと落ちて、その後ずっと平行線で体重減少が全く見られなくて、もう正直落ち込むというか、もうへこみましたね。でトレーナーさんにもちょっと愚痴を言ったりとかして、でトレーナーさんから提案があって、朝ごはんを魚、昼ごはんをお肉、夜を豆腐だけっていう、もう固定してみてはどうかって。夜ごはん豆腐だけちょっと厳しいなと思ったんですが、騙されたと思って、8回目終わった後にやりましたところ、体重がね1キロ2キロともぐんぐん落ちてるんですよ。で今日9回目なんですけど、今日もさらに減ってました。でスタート時の体重が 61.5 ありましたので、現在の体重、56.8、 体脂肪がスタート時32、現在が 25.7 です。で体脂肪の方はねぐんぐん落ちていってるんですよ。私の場合隠れ肥満と言いまして、内臓脂肪がすごく多かったタイプなんで、内臓の脂肪から先に落ちていくようです。はい、これから変化が楽しみになりますね。これからまた9回目、今からトレーニング行ってみます。はい、頑張ってきます。